じゃ、気ぃつけてな。カムロ町はいい町だからよ。楽しんでけ。じゃあな。一番か。面白いやつだな。しぶといやつだな。てめえ、ぶっ殺した！なんだ？お前はもう死んでいる。あれ、なんで俺こんな格好に。おい、お前何した？やってくれたなって感じだと思うんですけど、はい、やりましたよ。続いては龍が如くスタジオが挑む新プロジェクト北斗が如くとなります。この作品についてはたくさん知りたい情報あると思いますけど、ジェネラルプロデューサーの佐藤大輔に、紹介してもらいたいと思います。よろしくお願いします。拍手お願いします。はい、皆さんこんばんは。北斗が如くゼネラルプロデューサーを担当しております佐藤です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうでしょうね。今ネットでざわざわしてもらってるとすごく嬉しいんですけど、もう少しいろんな情報を出していきたいと思いますので、まだまだ開発途中ではございますけれども、映像をご用意しましたので、ご覧ください。こちらはかっこいいですよ。見てください。なんかぜひ改めまして一言ご挨拶を。この度ケンシロウ役をやらせていただくことになりました黒田孝也です。よろしくお願いします。はい、ですね、ほんの一部分しか私はまだ映像は見させていただいてないんですけども、この龍が如くのチームが北斗の剣を作って、北斗が如くを作るってことは、やっぱお笑いの要素もあったりとか、今までの北斗の拳とまたちょっと違うセリフも私も言わせていただいたので、非常に多面的に楽しめる絶対面白いゲームになっていると思いますので、ぜひ皆さん、楽しんでください。よろしくお願いします。はい、黒田さん本日はお忙しい中、駆けつけていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。